さあ、じゃあやっていきましょう。ファーストコンタクト。諸君らのような犯罪者を有効に利用した功績により、召喚は勲功を賜った。よかったね。一方で、諸君らの中に命令に対する者があれば独房が待っている。それを忘れないことだ。不満を述べる自由すら諸君らは囚人となる身を選んだ時に自ら捨て去ったのだ。さて、諸君らの有効利用だ。エルジア領内への強行偵察を実施中のオーシア空軍所属部隊がある。だが、事情により帰還ルートが変更されることになった。新しい帰還ルート上にあるインシー渓谷は風光明媚なカルスト地形の奇岩地帯だが、そこの山肌に隠れるように点在する敵のレーダー施設および対空兵器が脅威となっている。諸君らの任務は自らの危険を顧みることなくそれらを破壊し、この部隊を無事帰還させることだ。ただし、攻撃を察知した敵の迎撃機と交戦する可能性も十分ある。そのことも忘れず、まともに飛べる機体を選べ。あいにく天候は最悪だが、出撃を拒む理由にはならない。繰り返すが、諸君らの帰還は重要ではない。強行偵察部隊を無事帰還させることが任務であり、服役囚に期待される罪の償いなのだ。さあ、じゃあやってみましょうか。今回は、まあ、あのね、ソルじゃねえや。ん？なんだっけ、あの人。ミハイか。ミハイが来るから、まあ、ちゃんとした戦闘機、ちゃんとした戦闘機、まあ、で行きたいんで、まあ、ちゃんとね、F-15C を使っていきます。で、使用する特殊兵装は、まず F-15 の説明からいくか。優れた運用実績を誇る双発の大型制空戦闘機。風船を制するための速度性、運動性、生存性、すべて高いレベルで備えている。愛称はイーグル、ワシって。F-15C の方を使っていきます。まあ、J と C があってね、まあ、J は日本語の自衛隊タイプの機体だけど、まあ、これはまた今度別のミッションで使う機会があります。多分。なんで先に使うのは F-15C 型の方。で、特殊兵装がありますから、特殊兵装は、4AM っていう、まあ、4つ同時ロックオンにできるミサイルと、まあ、俺も動画で使ったことあるけど、PLSL っていうパルス兵器ですね、レーザー兵器。と、最後にこのショートレンジエアリアルスプレッション、サプレッションエアトゥエアミサイルっていうこの空中炸裂方式の空対空ミサイルで、これがね、まあ、かすりそうなぐらいの距離になると自動的に爆発して、近接信管が作動し、資金の目標に直撃でなくても範囲爆発でダメージを与えられるっていうね。まあ、今回は高機動な目標が出てくるんで、今回は SSM で、撃墜を狙っていきたいと思います。まあ、撃墜できるのかちょっとよくわかんないけど。信号を許可する。じゃあ行きますよ。じゃあ。スペア隊、急を要するミッションだ。さあ、じゃあね、まずは対空陣地、対空兵器からやっていきましょう。本当だよ。エアブレーキがちゃんと出てくる。このブレーキがパカッて出ることで減速ができるんじゃない？ダメか。角度が悪すぎたよ。かわいそう、ヘリ。我々は予定外の戦闘で兵装を損耗し、敵への対応が難しい。生還できるかは機関が次第だ。サイクロプスワン、こちらバンドック。予定時間までには終わらせる。バンドックか、いいのだ。では頼んだぞ、バッケン殿。岩山が霧を生んでいる。注意しろ、機体を壊すな。まあ、確かに今回は F-15 っていう結構高級な機体だから あんま壊さないよ。したいけど、結構食らってるし。
まあね、狭いからね、いや戦いにくい。あ、危ない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 、目の前に急に岩山が。狙いづらいな、本当に。絶対これ1回ぐらい地面に激突して俺死ぬだろうけど。目標施設破壊を確認。いいぞ。あとはあの辺か。ルシが落ちたと。遺跡を調べてるとかいう話だ。それ以上はつかめなかった。さすが早いな。秘密兵器でもあるんじゃないのか。あれ残った一匹。よし。こんな気流の強いとこにヘリ飛んでて大丈夫？おお、流される流される、危ない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 。体が機体が左右に流される。おお、すごい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 。これがね、今作新しい要素の一つの天候システム。まあマルチじゃさほどは影響ないけど、ストーリーはやばいなこれ。すごい、めっちゃ流されるんだけど。おお、今度は左流される。おおやば、飛び方によってこれめっちゃ危険だな。危ねえ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 。ちょっと待って、今のは危なかった。着氷に気をつけろ。飛びづらい、この辺は。これはね、マジ初見の頃は大変だった。今でも大変だろう。目標施設の破壊を確認。よく知らなかったな。うちの部隊には雲の中でも目が見えるやつがいるようだ。無茶な作戦だ。あの司令官、参謀本部に気に入られることが仕事を終わらせるために口を動かす必要はないはずだ。手と頭を動かせ、悪気だ。ん？ iPhone だ。警戒、敵機インバウンド。待て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 、倒させろ。あ、倒せなかった。何？ネームドック出てくんの？来たな。迎撃は彼らに任せよう。帰り物の下道消えちゃうのかな。消えちゃって、消えちゃってるっぽいな。消えてんなこれ。マジかよ、保険殺しじゃん。ほら、雷がやばい、これ。本当に。これ、雷当たったらやばいんだよ、直撃したら。超びっくりするんだよ、これ。やかましいわ。おお、くそ、雷が。騒ぐな。ハットの異常を確認しろ。落ち着いて対処すれば生き残れる。くそ、速度を失いすぎた。貴様らは燃料を無駄に燃やすために飛んでるのか。ストライダー4、ミサイルだ。よし、
あーもうなんでこんなに当たるんか。2発いらないな。ん？今のかわせんの？また息か。今の壁に激突してないの？すごい雷が気流も。スペア15がライオンから出たのをレーダー上で確認した。トリガーの野郎は中距離の雷雲に突っ込みやがる。サイクロプス1が被弾した。被弾者が止める。オッケー、サイクロプス1が離脱する。おそらく自分だけならいつでも離脱できたんだろう。スペア15、周辺の UAV の全機撃墜を確認した。いいフォローだ、助かった。彼は誰なんだ？彼に感謝を伝えてくれ。サイクロプスは了解した。スペア隊、任務は完了した。 RTB。 いや待て、おい、いい加減にしろ。まだ何かやらせるのか？来たぞ。スペア8、ジャンプ。オギーが後方より急速接近。近くの木はスペア8を援護せよ。了解。助けなどいるか。帰り討ちにしてやる。くそ、立ち後ろに疲れた。まだ撃ってこない。くそ、ビビってなんかないぞ。スペア8、ドッグファイトは禁止だ。ネガティブ。かぼられて黙ってられるか。コブラ起動。キャンプ。もっと早く落とせたんでは。理解したいのだよ、敵を。キャンプが落とされた。しかも遊ばれてたぞ。なんてやつだ。スペア全ロスト。さらにもう一機。偵察部隊機も一機やられた。何者なんだこいつは。機体は SU30。全スペア機、サイクロプスとストライダーの生き残りを護衛しろ。敵機から守るんだ。うかい。
ち悪いんです。使えるやつだけ残す。スペア15スペア11エレメントを組んで侵害に入れ。了解。化け物の相手はトリガーだ。お前は護衛機を引きつけろ。タブロイドもこれまでか。くそくそ、当たった当たった。よし、当たったぞ。ミサイルが外れた。当てるつもりだったんだから。敵は雲の中に消えた。押しかない。やるか。オッケーオッケー、当たった当たった。結構当たるじゃん、これ。よし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 、当たる当たる、落とせる。何？帰るだと。敵は撤退していく。どうにか生き残ったな。やっぱさすが SSM だな。帰ってきた連中が敵にすげえのが現れたと言っている。そいつは恐ろしく無理も無駄もなく近づいてきて、防空戦闘ではそこそこやってのけてた連中が何人かあっけなく食われたらしい。前にじいちゃんに聞いた話を思い出す。じいちゃんが現役だった終わりの頃にもそういう敵が現れて、みるみる目の前で編隊が全滅していったという。深のいる海に投げ出されて漂流する男たちみたいに水面下から近づいてきて、気がついた時には遅い。足を加えられて水の中深く、次々と。今回の敵もそういうやつだったという。にしちゃ帰ってきたはずが多いじゃないか。よその部隊の編隊がそんな敵に食われても、こいつらは見捨てて帰ってきたんだ。いや、なんてことだ。2、3機多い。よその機体が混ざってる。救を要するミッションだ。本当はね、もっとあの岩壁を縫って戦うシーンがあればよかったけどやっぱ SASM は強力だったな。あっという間に逃げ出したか相手。護衛大将が撃墜されにもかかわらず貴様らは帰還した。国防へ行き、そこで自分たちの価値を天秤にかけ直せ。全員連れて行け。全員かよ、俺頑張ったのに。そうか、生き残ったパイロットがこの基地に着陸していると。よし、できるだけ丁重に看護してやれ。食事も十分に。
彼らの報告が好意的なものとなるよう丸め込まなくてはな。そういう私自身がうんざりなのだ。懲罰部隊指揮官などという立場には。まあでもそれはそうだろうな。よっしゃ S ランク。